武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は、鳥取大学の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文は、地域学部で、出題されていますが、要約問題と意見論述、ですね、が、まあ、要約が300字から、まあ、200字から300字程度、意見論述が700字から800字程度という形で、まあ、トータル1000字を、多少超えるか、まあ、超えないか、程度のな、文字数となっています。で、要求されるものに関しては、課題文自体はそれほど長くはないので、まあ、小論文の対策ちゃんとやってれば十分書ける程度の内容となっています。なので小論文の書き方本、一冊、で余裕があればプラスネタ本を一冊、やっておけば十分対応できるかと思います。まあ、小論文の完全攻略本と、小論文の完全ネタ本の、まあ、まあ、社会科学か、まあ、人文か、どちらかをやっておけば、対応できるかなといった形ですね。ただどちらかというとそこで与えられた文章に対してちゃんと考えて、書くという形になりますので、まあ、ネタ本やるよりも過去問を優先してやっておくことを心がけておきましょう。まあ、字数そのものは、まあ、割とオーソドックスな、文字数なので、小論文の書き方の本を一冊やっておけば、十分書けるようになると思いますので、まあ、逆に言うと小論文そのものを書いている練習をしてないと、書けないかと思いますので、そちらの練習をしっかり、やっておいて、まあ、あとは過去問のやり込みで、自分なりの回答を書けるように心がけていきましょう。以上が、小論文の勉強となります。